霧リ昇る1月3日から1972年3月22日は、元宝塚少女歌劇団娘役で、日本の女優。本名は、島田君、東京市出身。愛称は、島ちゃん。芸名は、小倉百人一首の、第87番、若蓮奉仕の、草むらうのろもいまだ日沼この葉に霧立ち昇る秋の、夕暮れから命名された。 宝塚歌劇団卒業生で、元女優の桐立晴美は、俳優の佐伯秀夫との間にできた一人娘である。東京市で、父、十母と母、佐代の間に三人姉妹の長女として出生する。東京市渋谷区穏やかだにある温田小学校を、卒業後、1929年に、青山学院高等女学部に入学するが、1930年4月に、 中退して、宝塚少女歌劇団に入団。宝塚歌劇団20期生。同期生に、内川長子、小野桜、国京子、武田鶴子、夕張由佐子らがいる。娘役で活躍する。1934年に、入江高子の実刑、東、坊城安永に、スカウトされて、宝塚少女歌劇団を退団して、入江プロに入社する。 同年、入江プロを経て入社した新興キネマより、世紀の青空で映画初出演。翌1935年より、新興東京に所属し、春姿娘道中、暁の霊人、女の友情など数々の映画には舞台に主演として、出演した。1937年、新興キネマの幹部社員に昇進するも退社し、同年、PCL に入社した。 この時に同僚となった、佐伯秀夫と出会い、結婚するきっかけとなった。同年9月に、PCL が合併して、東宝映画が設立された後もそのまま、専属女優として、活躍を続け、1942年に佐伯と、結婚、1943年4月29日に、公開された、石田民蔵監督の、朝霧文化に出演したのを最後に、 出産のため、東方映画を退社した。再起取り婚後の1944年4月に、キリリツ・ノボルと、アザミ学団を結成して、芸能活動を再開。子育てをしながら、実演舞台女優として活躍するなど多忙な日々を送っていた。1952年に大英と契約を結び、様々な作品に出演しながら1955年に、 劇団審判に入団して、舞台女優としても活躍した。晩年は、娘の晴美と佐伯の記事の近くの港区、南青山のマンションで二人暮らししていたが不遇で、ほとんど仕事がない状態で睡眠薬を常用しており、1971年6月に16年間活動してきた劇団審判を退団して、芸能活動を引退し、直後に新橋でバー 霧の街を開店したがすぐに店を辞めている。その後、娘の晴海が渡米した、留守中の1972年3月22日未明、常用していた睡眠薬の摂取方により自宅で孤独死した55歳没。発見された時には死後13時間程度が経過していたという。私生活では二度の結婚を経験している。一度目は、 佐伯秀夫で、二度目は、実業家、会社社長の北竹清志五郎であった。北竹清志とは7年間の夫婦生活の後、夫の清志強が1956年に詐欺罪で逮捕されたことが、きっかけとなって離婚している。その後は結婚しなかった。佐伯秀夫、ありがとうございます。